こんにちは、柴田です。今回はフェンダームスタングヴィンテージと近年ものを鳴らし比べていきたいと思います。こちらは私のフェンダー USA ですね。78年製のヴィンテージものになっております。そしてこちらはですね、2019年製メキシコのムスタングです。オールド、ヴィンテージのムスタングと近年もののムスタング、このね違いをね見ていきたいと思います。このね70年代のはね、もう本当にねオーソドックスなムスタング、ラージヘッドにローズシバンでアッシュのボディで、ムスタング独特のねこのスイッチでピックアップをセレクトするというね、本当にオーソドックスなムスタングになっております。まあ、ブリッジがねこういうねトレモロがついております。で、近年もの、これねすごいっすよ。メキシコアルダーのボディにパーフェローのですね指板になっております。で、大きな違いはねこのねピックアップがね P90 フェンダーのねオリジナルらしいんですけれども、そしてなんとなんとですね、ブリッジ見てください。なんとハードテイルなんですよね。もうねこれねムスタングというよりはなんかねサイクロンに寄ってるようなねそんな感じですよね。重量的にはどちらもね 3.2 ぐらいになっております。まあ、でもねこうしっかりとこうラージヘッドだったりとか、こういったところはねムスタングをしっかり継承しているというふうな感じでございます。まずね70年代のからね生音いきましょうかね。このねトレモロがねやっぱね独特のねこのね鳴りをするんですよ。キャーンみたいなね、ちょっとやっぱこう余韻が残るような感じで、こっちはですねバシッとこう止まる、キレッキレな印象っすよね。持った感じはねやっぱねメキシコらしさがあるんですよ。ここのねこのサイドのエッジ感はねメキシコ特有独特な感じですね。で、フレットはですねミディアムですかね、ミディアムチャンボなのかな、近年な感じがします。で、F のプレートで裏通しね。フェンダーのね P90 は気になりますね。ペグはアメスタとかと同じような感じのしっかりとしたペグになっております。まずねオーソドックスな方からね鳴らしていきましょうかね。ムスタングってねこうショートスケールなんだけど、ネックはね結構ねしっかりとしてね太いんですよ。まあ、その辺でねサウンドのバランスは取ってるんでしょうね。ではリアからいきます。これぞねムスタングという風な感じです。ミックス、ちょっとね広がる感じ、ところですよね。まあ、リアからカッティング、ミックス、使いやすそうな感じ。フロントです。フロントのカッティング、歯切れいいっすよね。で、フェーズの音も鳴らしてみましょうか。で、普通のミックス、まあ、フェーズはねちょっとね使うの難しいっす。ストラトとかと比べると出力は弱いんですけれども、独特なこう優しさとこう歯切れの良さっていうところが、まあ、ムスタングの特徴っすかね。まあ、近年ものがねどれぐらい変わっているのか、まあ、シェイプは C ですね。70年代のよりは若干、近年よりな薄さになってるけれども、しっかりしたネックです。でリアからいきます。
ングよりもミッドがねしっかり出てる感じ。しっかりとねのぶとさがあるというか。軽快な感じ。ちょっとカッティング、お全然いい。フロントです。歪ませます。このショートスケールがまたなんかいいっすね。結構やっぱね、ムスタング、さすがね、吠えてる感じ。ありますね。いいっすね。やっぱね、このメキシコらしさもね、あるっちゃあるんですよね。このね、なんとなく雑感。この USA はね、結構ね、まとまりがいいんですよね。このまとまりの良さっていうか、ミックス、フロント、いかがでしたでしょうか。70年代のムスタングと近年2019年製のムスタング、まあオーソドックスなオールド、まあこれぞねムスタングというサウンドをお求めの方はやっぱりねオリジナルというところになるんでしょうけれども、結構ねムスタングはねピックアップいじってる人多いですからね。でチューニングが狂うのが嫌だとか、まあそういったところをね全て改善されたもの、パワーもありつつしっかりしたチューニングで歯切れよく鳴らしていきたいという方向けですかね。最初見た時はね、うんと思ったんですけれども、ちゃんとねやっぱこうやって鳴らしてみるとしっかりとしたね進化の仕方をしているなという風なね印象でございました。パワーフェローをね結構ね気にされる方もいると思うんですけれどもね、全然ねそんなね気にするほどじゃないという風な感じです。現在千葉管楽器にありますので、ぜひ鳴らしてみてください。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。